佐渡おけさは、新潟県佐渡市に伝わるおけさ節の一つである。現在では、佐渡を代表する民謡として全国に知られている。おけさの歴史は、熊本県天草市の牛深港に伝わる主席の騒ぎ歌である。牛深灰屋武士が、北前船の船乗りたちによって、小木港に伝わり、小木さとして広まり、それが、相川の佐渡金山の甲府たちに広まって、 先行場説として哀愁漂うメロディとなったとされている。また、赤泊里公の山田の藩夜が小木に伝わったとの説がある。佐渡以外にも、おけさ発祥の地を名乗る土地が、新潟県下に点在するが、その一つ出雲崎町では、原型が鎌倉時代に発生し、後世に伝来した早節と融合して、出雲崎おけさが成立後、佐渡など各地へ広まったと伝えられる。 源の義経に仕え、福島県の洋寺に伝わる気団で知られる佐藤嗣信、中心兄弟の母、おつわ午前は、兄弟の戦死を聞きつけ、二人が倒れた、滑ス地の京都、八島へ旅立つも、現、新潟県出雲崎町で断念し、仏門におり二人を弔うことにした。やがて、二人がおのの義経の身代わりとなったという武君が伝わるや、 嬉しさのあまり同門の二僧たちと今朝の姿で踊り出したのがお今朝の始まりだという。ただし、洋寺にある御前の墓や遺品と伝えられる品々、兄弟の嫁である若桜と楓が、甲冑姿で御前を慰める逸話はいずれも御前が、飯坂の地を出なかったことを示唆する。村田文蔵先行説が1906年、相川お今朝となり、1921年に開催された、 第2回全国民用大会において初めて佐藤家さとして発表された。1926年、青河線工場に勤務していた村田文蔵が非地区レコードより佐藤家さを発売し、山田耕作、藤原義恵に絶賛され、ビクターレコードの専属歌手に転職。全国はもとより南からふと満州国、台湾、朝鮮などでコンサートを開催し、 佐藤けさを普及させた。1931年、浪曲師の鈴木米若が、民は、佐渡上和をアレンジし中に、佐藤けさを取り入れ発売し、大ヒットとなり、再び、佐藤けさが脚光を浴びた。なお、佐渡汽船のカーフェリーには、エントランスロビー付近に、佐藤けさについての逸話が、レコード版とともに掲示されている。成長佐渡と佐渡と佐渡と、 出雲崎朝を差し届くよなぜに届かぬ。我が思いをけさ染めき。ありがとうございます。